すまなかった、レナ。俺はどこかでレナの話を疑ってたよ。本当にすまない。いいよ、ケイチ君。そのおかげで待ち伏せをやり過ごせたんだしね。あいつらは何者なんだ。その、お社様信仰を復活させようとする信者の集団の手先？彼らにはそういう自覚はないと思う。彼らを操っている黒幕はそうなんだと思うけどね。多分、ダム戦争の当時から陰で様々な工作をしてきた連中なんだと思う。ダム戦争の最中にそのザキ家が裏でいろいろと暗躍したって話は俺も少しは聞いたことがあるな。有名な話だよね。これは大石さんに聞いたんだけど、ダム戦争の最中に誘拐事件があったんだって。これも秘密の事件なんだけど、建設大臣の孫を誘拐してダム建設中止の約束を裏取引したんだって。大臣の孫を誘拐？おいおい、そんなの聞いたことないぞ。大臣が犯人との取引に応じる姿勢を見せたため、事件を公にしないことになったんだって。大石さんは当時その事件に関わったから知ってるんだって。うん。それで？大石さんが言うには、孫の誘拐や大臣の脅迫などの手口は恐ろしいほどに高度だったんだって。その事件は園崎家が命令を下したことだけは分かっているけど、結局未解決なんだって。当時園崎家の当主である園崎お龍は武装闘争の方針を打ち出していて、配下である暴力団組織の中に特攻隊を組織したそうなの。ダム計画の撤回がどうしても望めないときは建設省に突入して武力制圧しようなんて、そんな物騒な計画を本気で練っていたらしいの。結局その計画は計画のままで終わったんだけど、それを実行するための特攻隊の訓練というのは行われていて、相当高度なものだったらしいよ。
嘘みたいな話だな。兄ちゃんがよくヘリの操縦から無線機まで何でもできるみたいなことを言うでしょ。あれは本当。兄ちゃんも当時その訓練に参加してるらしいよ。じゃああいつ本当に。まあ兄ちゃんの話はともかく、この雛見沢には大臣の孫すらも誘拐できるだけの暗殺部隊が存在するってことだけは疑っちゃダメ。それで、あいつらはレナの命を狙っているのか？多分、狙ってはいないと思う。殺すだけだったら、私もう殺されてるよ。じゃあ、狙いは、まさかあれか？高野さんのスクラップ帳。ケイチ君が見た通り、連中は相当警戒心が強いみたいで、隙を見つけない限りは強引な手段に訴えてこないみたいなの。だって強引な連中なら私の自宅の寝込みを襲えばいいんだから。それをしないってことは結構慎重だってことになるな。多分私がスクラップ帳を持っているという確信がないからだと思うの。彼らはミオさんを殺し、持っていたスクラップ帳を全て処分しようとした。ところが一番重要な数冊が抜けていた。それで自分が狙われているのを察して誰かに預けたんじゃないかと考えてるんだと思うの。その有力候補が私なんだと思う。でも確証がないから強引な手段に訴えられないんだろうね。レナ、お前かなりヤバい橋を渡ってるんじゃないのか？そうだね、ちょっと怖いかな。でもそう簡単には消されないよ。私は大石さんと連携している。有事の際に備えて常に連絡を取り合っているし。そうだ、大石さんはどう言ってるんだよ。大石さんも園崎家が何らかの暗躍をしていないか監視してくれてるよ。高野さんのスクラップ帳の話はしたのか？うん、話してない。警察には話した方がいいだろう。それに警察ならきっと力になってくれるぞ。ケイチ君、私は君にだって信じてもらえるか自信がなくて話せないでいるんだよ。大石さんに話したって絶対に信じてもらえるわけがない。なあレナ、もう煙に巻くのはなしだ。話してくれ。一体何なんだ？何がスクラップ帳に書いてあるんだ？高野さんが消されるほどの何が書いてあるんだ？簡単に言うと、このスクラップ帳に書いてあることが事実なら、彼らの神が貶められることになるの。神を貶める？そう、お社様の神聖性が失われてしまう。だからお社様信仰を復活させようとする彼らは
絶対に伏せたいと思っているの。すまんレナ、もう少し分かりやすく言ってくれ。つまりどういうことなんだ。つまりお社様は神様じゃないってことなの。神様じゃない？お社様の教えっていくつもあるけど、その原点はたったの一つしかない。それは中から出るな、外から入るなというもの。この大原則を守るためにその他の教義を発展させたと言ってもいいくらい。隣人を愛せとか家内安全とか縁結びの神様なんてのは本当に後から取ってつけたものでしかないの。この時点で解釈が違ってたの。鬼が湧き出して襲ったんじゃない。湧き出したものにやられると人々を襲う鬼になるの。湧き出したもの？どういう意味だよレナ。確かにそれだと伝説をうまく説明できるな。じゃあお社様ってのはひょっとして異国から来た医者？そうだね、正確には正しくないけど、そう、医者と呼べる存在。それが降臨して伝染病を治療したの。でもそれは治療ではなく対処療法でしかなかった。
それがお社様がこの地にとどまり人と鬼の生活を見守ったの真相か。うん。そしてお社様は感染者である村人たちに症状を出さないために掟を作った。その最大にして唯一のものが、村から出てはいけない、外から人を入れてはいけない、だったの。外から人を入れてはいけないってのはわかるぜ。感染者を増やさないためだろう。でも出てはいけないってのはどういう意味なんだ。寄生虫たちは気候や風土の関係でこの雛見沢の地でしか生きられないらしいの。だから宿主である感染者がこの地を離れようとすると強い症状を出してそれを妨害するの。その妨害こそがいわゆるお社様のたたりの正体。ちょっと待てよレナ。だとしたら俺やレナも村人はみんなその病気に感染してることになるよな。でも俺たちは雛見沢を離れたって別に何の問題もないぞ。実際村人にも結婚したりして遠方に住んでる人も少なくないらしいじゃないか。雛見沢をちょっと離れたからって錯乱して鬼と化したなんて聞いたことないぞ。それはまさにお社様の目論見通りにことが進んだからなんだよ。意味がわかるかな。この村を長い間封印してきたのは寄生虫の害を弱めるためなの。そうか、自然淘汰か。さすが圭一君。そう、この地で長く生活を重ね厳しい戒律で生活を続けた結果、寄生虫に対し過敏な人間は錯乱して結局殺された。また感染者を錯乱させてしまうような強すぎる寄生虫はこれもまた錯乱した宿主と共に殺された。その結果寄生虫と人間は互いに相性がいい種だけが残っていった。これこそがお社様の伝説が伝える鬼と人の血は混じり合ったことの真相。じゃあつまりその寄生虫はほとんど無害なわけなのか。うん。ミオさんのスクラップ帳によると、そういった無害な寄生虫に感染しているケースというのはかなり多いんだって。食文化にもよるけど、例えば生肉を食べる国では国民の8割くらいが感染している例もあるんだって。
でも強制できてて人体に全く無害だから誰も治療しない、気づかない。だから撲滅もされない。なるほどな。太古の綿流しはね、実は腹綿流しと書く物騒なものでね、錯乱した犠牲者の臓腑を食らうものだったの。でもこれも必要なことだった。感染して犠牲になった人を食らう、まさかワクチンとか。ケイチ君はやっぱり頭がいいね。ミオさんもそう読み解いてる。伝説では犠牲者を生きたまま解体して食らったなんて物騒なことになっているけど、実際はそんな野蛮なものじゃなくて、もっともっと医学的に取り扱われていたらしい。強すぎる寄生虫のせいで死んだ犠牲者からワクチンを作り出し、同時に村人の抵抗力も高めていった。お社様ってのは何者なんだよ一体。医学先進国っていうとドイツか。正体はひょっとしてナンパして流れ着いた外国人医師。多分圭一君の答えが一番一般的だと思う。ドイツ人ではないんだけど、とりあえず医者的な存在であったのは正解。古代の伝説の秘密が明かされていくってのはなんだか面白いな。多分俺も感染してるんだよな。なんだか体中が痒くなってくるぜ。人間だって一つの宇宙だよ。体の中には無数の細菌たちが住んでいる。その中には私たちの生活には欠かせない有用な細菌たちも少なくないんだよ。ああ、よくヨーグルトとかの CM で言ってるよな。確かにそうだ。これもミオさんの受け売りだけど、例えばシロアリっているでしょ。木材を食い荒らしてしまうアリ。実はシロアリって木材を消化できないんだって。体内に寄生している特殊な細菌が食べた木材の繊維を分解してくれて、その結果シロアリは木材を吸収でき、これも寄生虫と共生している一例だね。だから太古の昔に鬼ヶ淵村から突如発生した奇怪な伝染病は、今ではほぼ根絶されたと言っていい。根絶じゃないね、無害になったと言うべきだね。最初はとんでもない話だと思ってたけどさ、こうして種明かしがされるとなんだかサイエンスな感じがして、ちょっと面白い話だよな。私たちには面白いよ。でもお社様を神として崇める人たちにとってはこれはとても不愉快な説。
だとすると、もしこの伝染病の病原体を特定して世間に発表されるようなことがあれば、信仰は破綻しちまうな。そう、それこそが彼らの一番恐れることなの。そしてミオさんはその病原体を特定しようとしていたらしい。そのミオさんが消されたということは、特定できたってことか。かもしれないね。ミオさんはもういないし、彼女のスクラップ帳にも特定できたとは書かれていない。でも消されるに値する理由が他に思いつかないの。でもよ、20世紀ももうすぐ終わろうっていう現代だぜ。村人だっていろんな医療機関で検査を受けてきたはずだ。なのにそういう怪しげな寄生虫が摘出されたって話はないんだろう。確かに病原体そのものは未だ発見されていない。でも確かに何かの寄生を受けていることの信号だけは確認されているんだって。なんだって？本当かよ。否定はできなくても、その存在だけは疑いようがないってわけだ。うん、そうなるね。だとすると、そのスクラップ帳は信心深い連中にとっては十分危険な存在だな。たとえ特定できなくても、存在を証明してる時点で十分に危険だと思うぞ。そうだね。たとえ証拠にはならなくても、彼らにとってはミオさんを葬るに値する危険性があったと思う。確かに
恐ろしい秘密だな。ちゃんと説明してもらえば理解できることだが、いきなり聞いたら刺激が強すぎる話だぜ。でしょ？だから私も最初は信じられなかったし、圭一君に話しても信じてもらえないと思った。で、大事なのはその事実を隠蔽しようと暗躍してるヤバい連中がいるって方なんだよな。そう、今大事なのはそっちの方。ちょっと待てよ。信者たちは神が実は寄生虫だったなんてことは否定したいんだろう。なのに寄生虫を研究するのかよ。矛盾してないか。矛盾しているよ。だからこの研究は信者たちのトップだけが知る秘密の研究なんだと思う。彼らは表向きは信仰を盛り上げているけど、その裏では信仰の正体について極めて冷静に理解していて、神の技を自らの手で復活させようとしている。なるほどな。おいおい、なんだかとんでもない話になってきたぞ。ミオさんのスクラップ帳にはそうとは一言も書かれてないんだけど、私監督の診療所、異例診療所がどうして、ひなみざわの規模から見て施設が立派すぎるのがその理由。そしてミオさんはそこに勤めていた。監督は園崎家にスカウトされてきた細菌学者が招待とか。監督がか。ミオさんは余計なことを知りすぎたから消されたんだと思うの。なのに監督が消されない理由は、監督は信者たちに依頼されている立場だから。そして太古の有害な風土病を研究してるってのか、あの監督が。ごめん、監督は無関係かもしれないね。今のは私の思いつき。でも研究は間違いなくどこかで誰かにさせている。そしてその研究には5年かかり、ついに完成を見た。
じゃあ信者どもの目的はその太古の寄生虫を雛見沢中にばらまくことなのか。多分それが最終目的だと思う。でも人知れずにそれをやることはないと思うの。宗教にはセレモニーが必要だから。だからもし彼らが望むものを生み出せてそれをばらまく日が訪れたなら、彼らは多分それをお社様の復活の日とでも称して宗教的なデモンストレーションをすると思うの。何か特別な儀式とか、とにかくお社様の復活を祝い知らしめるような盛大な何か。なあ、それってよ、悪いことなんだよな。危険性の高い病原体をばらまこうというんだから、多分悪いことに分類されるだろうね。それって細菌テロって言わないか。おい、めちゃくちゃやばいことだぞ。おい、富武さんの死に方がお社様のたたりの再現に成功していた以上、X では間近ってことなんじゃないのか。わからない。もう秒読みなのか、まだまだ時間のかかることなのか。もうこれはレナ一人が抱えていい問題じゃないぞ。かなり笑えない大陰謀だぞ。俺たちにはどうしようもない。警察に任すほうがないぞ。私が話したこと警察は信じてくれると思う？信じるかどうかは向こうが判断するだろう。とにかく話したほうがいい。圭一君、それを大石さんに私が打ち明けたら、私がスクラップ帳を持っていることを告白するのと同じなんじゃないかな。それってまずいのか？大石さんの接触は美代さんが殺された後だった。敵は美代さんを殺した時点でスクラップ帳の紛失とその数日前に私が図書館で出会っていることを知っている。バカな。つまりそう、大石さん自体が敵の手先である可能性がある。大石さんは私がスクラップ帳を持っている可能性があると当たりをつけていて、探りを入れてきているのかもしれない。実際彼はうさんくさくて腹を割らない。園崎家を疑わせるようなことを言って自分は味方だと言ってくるけど、彼だってその園崎家の手先かもしれない。警察を疑い出したらおしまいだぞ。圭一君、4年目の撲殺事件を知ってるよね。さと子ちゃんのおばさんが殺された事件。あれは犯人はさとし君以外考えられないんだけど、その後犯人は麻薬中毒者だったということになった。これをどう思う？警察内部に盲信的な連中の手先が混じっていて犯人を捏造したってことか。3年目の神主さんの病死の検視とか、2年目の北条夫妻の事故現場の見聞とか。警察がもしも彼らの片棒を担いでいるなら、数々の完全犯罪が可能になる。雛見沢御三家はダム戦争時から今日に至るまでもずっと警察への圧力を維持してるんだよ。それに沖ノ宮の町のいろんなところに一族が進出して実権を握っているというのはみーちゃんから聞かされたことがあるんじゃない？確かに。それはミオンの口からだけじゃない、いろんな奴の口から聞かされた。
ミオンの園崎家がどれだけ市内全域に強力な影響力を持っているかってのもな。そういうこと。警察はこの土地では必ずしも信用できない。なあレナ、すまん。先にはっきりさせたいんだが、黒幕は園崎家なのか。ミオンも関係があるってのか。それだけは先に聞かせてくれ。御三家であるミーちゃんやリカちゃんが直接関係しているかはわからない。ただ盲信的な勢力が御三家や一番の有力家である園崎家を自由に動かせる中枢部に根付いているのは間違いない。盲信的な勢力が根付いたのか、御三家の中枢が盲信的なのかは分かりかねるけどね。関係あるかどうかわからない以上、用心に越したことはないってわけだな。うん、みーちゃんたちのことを疑うわけじゃないよ。普段のみーちゃんは頼もしいし、私も他の心配事なら打ち明けて助力を求めることもあると思う。ただ今回のことはちょっと話の次元が違う。ケイチ君は見たことあるかな。みーちゃんは普段はふざけているけど、園崎家の次期当主として振る舞うときはものすごく冷酷で別人みたいに振る舞えるの。それにもし無関係だったとしても、それならばやはり耳に入れることで危険に巻き込むことにもなるんじゃ。ミオンたちが味方になってくれればかなり頼もしいぞ。俺は打ち明ける価値があると思うんだが。だからそれはダメ。敵ではないと確認が取れるまでそれは避けるべきだよ。味方にできれば確かに心強いけど、そうでなかった時はどうするつもり？じゃあ俺とレナだけでどう戦うつもりなんだよ。うん、もともと最初から絶望的な戦いなんだよ。だからケイチ君を巻き込みたくなかった。とんでもない置き土産を残してくれたな。でもそのおかげでとてつもない陰謀を知ることができたんだよ。これはミオさんの遺言なんだよ、きっと。村を陰から牛耳る何者かに、その村に住まうガキンチョ二人が挑むわけだ。こいつは最高にハードな話だぜ。一筋縄じゃいかねえぞ。でも圭一君が味方でよかったよ。二人だから話し合えて相談できる。当たり前だろ。俺は最初からずっとレナの味方で仲間だぞ。うん、ありがとう。二人なら心強いよ。一人で悩むよりは建設的になれるだろうしな。そうだね。二人でどう戦えばいいか、これからじっくり相談していこう。今日は私、スクラップ帳を読み直す時間が欲しかったから休んだけど、明日からは普段通りに生活するね。おかしな行動をすれば、蹴取られてしまうかもしれないからね。ケイチ君も変に構えないで普段通りに生活してね。兄ちゃんとか時折鋭いことがあるから特に気をつけて。わかった。何事もなかったかのように生活するよ。だが
しょう。なんだか怖いぜ。とんでもない陰謀が間近に迫ってて、それがもうカウントダウンに入ってるかもしれないってんだぜ。それを知りつつ普段通りに生活しろってのも辛い話だよな。多分そんなにすぐじゃないはずなの。さっきも言った通り、彼らが信心深ければ深いほど宗教的なセレモニーを必要とするはず。そういうセレモニーは村を挙げて行うものだもの。渡流し以上のイベントは今の雛見沢には存在しない。ということは、少なくとも来年の渡流しまでは大丈夫ということか。根拠のない読みだけどね。他に渡流し以上のイベントが思いつかない。レイナ、まだ電話してるのか。そろそろ終わりにしなさい。ごめんね、ケイチ君。今夜はもう遅いから、これで切るね。また明日、学校で。おう、また明日、学校で。用心してね。ケイチ君も、もう部外者じゃないんだから。おう、せいぜい気をつけるぜ。
っていうか聞いてないでしょケイちゃん。悪い、ごめん聞いてなかった。まだ寝ぼけたまんまなのかな。寝不足だとおつむもちゃんと働かないよ。何ケイちゃん、こんなところに呼び出して。それも誰にも内緒で来いなんてさ。まさかカツアゲとかそういうのじゃないよね。お前な、体育倉庫の裏に呼ばれたら真っ先にそう思うのかよ。じゃあ、ラブレターとか？でもそういうのは下駄箱が定番じゃない？都会じゃそうでもないぞ。直接渡す白兵戦型も少なくない。なわけねえだろ。それよりかなり真面目な話がある。茶化しは一切なしで聞いてくれ。何よ、どうしたの。お社様信仰を復活させようとしている連中がいるってのは知ってるか。は？何ケイちゃん、何の話？ミオ、お前の家の園崎家って雛見沢を含めものすごい影響力を持ってるわけだけどさ、お社様信仰を復興するため何か暗躍してるってことはあるか。復興？なんで？
いや、だからさ、今のお社様信仰って大昔の時代に比べたらだいぶ信仰心が薄くなってるだろ。それをさ、大昔の鬼ヶ淵村のレベルまで引き戻したいと思っている、いわゆる原理主義者的な連中が暗躍をしてるんじゃないかって。はい？ちょっとちょっと、何よそれ。何の話なわけ？本当に何の話かわからないのか？わかるわけないよ。何その全米第1位みたいな面白ストーリーはさ。いや、だからそういう連中がこの村にいるらしいんだよ。ミオは知らないか？お社様信仰を鬼ヶ淵村の時代のレベルに？そんなことして何かいいことあるの？いや、それは信仰の厚い盲信的な連中にとってはとても重要な意味があるんじゃないかな。だってケイちゃん、大昔の厳しい戒律の頃に逆戻りって誰も喜ばないよ。今のこの現代、村から出るななんて言われたら生活なんかやってられないって。例えばほら、リカちゃん、リカちゃんって何でもお社様の生まれ変わりとか言ってチヤホヤされてるらしいだろ。そういった取り巻きの老人たちの中にはきっと執着的な一派が存在して。リカちゃんの取り巻きっていうと君吉のおじいちゃんとかのこと？まあ確かに信仰心は熱い方だと思うけど、盲信的ってのはどうかと思うね。いや、だからいるんだよ。本来のお社様信仰を再び復活させようとしている輩が。はいはい、話が進まないからこの場は信じるよ。それで？で、そいつらはお社様の正体がこの土地独特の風土病にあることを突き止め、その病原体を研究しているらしいんだ。どこで？というか、風土病って何？病原体って何よ？縁がちょ、どうしたの？ミオさんに妙なことでも吹き込まれたわけ？知ってるのか？有名だよ。あの人オカルトマニアだから、いつもとんでもない空想話をでっち上げてる。たまに真に受ける人がいるとかなりヘビーに吹き込むって有名なんだよ。私も昔話を聞かせてもらったことがあったけど、結構面白かったな。それって
本当か？ケイちゃんもどこかで耳にしてるだろうけど、この村は大昔はちょっと特殊な文化があった。それは少し刺激の強い要素のある文化でね、厳しい戒律と厳しい刑罰、残酷な風習は割とオカルトマニアの間では知られてるらしい。ミオさんもそんなマニアの中の一人。じゃあこの村が怪しげな寄生虫に支配されているという話は？はあ？寄生虫？それミオさんの新作？新作ってどういうことだよ。言ったでしょ、ミオさんはオカルトマニアなの。鬼ヶ淵村の奇怪な伝説などを研究して、あれやこれやの仮説や推理妄想を楽しんでるわけよ。だからその寄生虫に村が支配されてるって説以外にもいろいろ捜索してる。私がずいぶん前に聞いたのは UFO 説だったよ。これが結構辻褄が合ってて面白いの。太古の昔に鬼ヶ淵村に UFO が墜落して、そこから出てきた異星人と村人で戦いが起こってという感じから始まる B 級 SF ホラーだった。サトコが聞かされたってのは地底人説だったかな。地殻変動によって地底王国と鬼ヶ淵村の間に接点ができてしまって、それでなんだっけかな、そうそう、地底王国のお姫様と村の若者が恋をして互いに仲直りをしたっていう SF ロミオとジュリエットだった。んで最新作がどうやらケイちゃんの聞かされた寄生虫説ってわけみたいだね。いやいや、いつかそれらを全部まとめて本にしてほしいよ。すまん、ミオ。俺がこれから聞くことに答えてくれ。まず、お社様信仰を復活させようとする連中は実在する？しないよ。というかむしろ逆。ひなみざわは外部に対してどんどん開いていて、栄えさせていこうということで、御三家はすでに意見を統一してる。これはまだ内緒なんだけど、21世紀までをめどにね、新しい高速道路がここいらを通るという計画があるんだよ。園崎家は現在水面下でその誘致をしててね。うまくいけばここいらは一気に栄えることになる。バッチャはそれによって山林の地価が一気に高騰して大儲けできると踏んでるみたいだよ。まあ21世紀の仕事だから、それは私が引き継ぐ大仕事になりそうだけどね。じゃあ外部の人間を忌み嫌う連中なんての存在しない？だからそんなの存在しないって。ただでさえ不便な村をさらに不便にしてどうするんだか。現に村は今別荘地として売り出しを開始してる。
ちゃんの家はまさにその第一号じゃないの。村人はみんな歓迎してくれたでしょ。若者の流出を食い止めるため御三家もいろいろと考えてるんだから。じゃあああれはどうだよ。寄生虫の感染の証拠を示す血液中のなんとかとかいう数値が雛見沢の住民だけ異常に高いみたいな話が。そうなの？というか美代さんはそんなのどうやって調べたわけ？だって高野さんは看護師だろ。調べる気になればいくらだって。そんな怪しげな調査のために誰が血液採取なんかに協力するの？誰もしないって。それに仮に採血をしたってどこでどう調べたわけ？ミオさんがたった一人で一体何人の血を調べられたっていうわけ？寄生虫の寄生の証拠として花粉症にかからないって聞いたぞ。花粉症って都会の病気じゃないの。あれは確か排気ガスと関係があるんでしょ。ここは雛見沢だよ、ケイちゃん。というか多分沖宮の人にだって花粉症なんてそうそういないと思うけど。じゃああれは、その崎本家当主直属の暗殺部隊ってのがいて、昔大臣の孫の誘拐とかをやったんだろう。そんなのがいたらかっこいいね。大臣の孫が高津戸のあたりで突然発見されたのは事実だけれど、あれは私たちじゃない。私たちじゃないけど、それを私たちはさも自分たちが犯したように振る舞って。分かりにくいぞ、説明してくれ。うん、ダム戦争の当時、鬼ヶ淵四種同盟は相当に物騒な抵抗運動をしていたのは事実。脅迫めいたこともやってのけた。でもね、あの当時それを利用するやらしい連中もいたらしいの。鬼ヶ淵四種同盟の名を語って金品を要求したりするエセ同盟って連中。その中に大臣の孫の誘拐もあったの。おそらく誘拐犯たちは警察の捜査の攪乱を狙って四種同盟のふりをして身代金を要求したんだと思う。
正直あの事件は同盟にとっても驚きだったよ。よく大臣の孫を誘拐できたもんだって話題になったね。犯人たちに会えたら表彰してやろうなんて盛り上がったっけ。ちょっと待て。じゃあ大臣の孫の誘拐は、鬼ヶ淵四種同盟は何も関係ないのかよ。うん、全くない。ただね、さっきも少し言いかけたけど、その崎本家はね、この誘拐事件を自分たちが黒幕であるかのように振る舞っていた。振る舞ったってのはどういうことだ。これはその崎本家の秘密の家訓なの。ケイちゃんにはこっそり話すけど、話したことは内緒だよ。その崎本家ではね、自分たちに都合がいい何かの事件が起こった時、あたかもそれが自分たちの差し金であるように振る舞う。ブラフって、あ、ハッタリ？うん。自分たちに利することがあったなら、それは事件でなくてもいい。お天気でもいいし、宝くじの当選番号でもいい。あたかもその崎本家が望んだから、そのような結果になったかのように振る舞うの。そうするとどう？なんだかものすごい黒幕ってイメージになるでしょ。つまりはそういうこと。これは園崎本家の当主だけに代々公伝で伝承される秘密のイメージ戦略なの。自分たちを本来よりもより強大に見せようとするイメージ戦略。はあ、じゃあほら、ダム戦争時に建設省を占拠するって作戦があったんだろ。あれはしかもそのために武器やら訓練やら。それも全く同じだよケイちゃん。そんなバカな作戦本当にやるわけないじゃん。最大の目的は、あいつらならやりかねない、なんて恐ろしい奴らだっていうプレッシャーと幻想を与えるのが最大の目的だったんだよ。つまりこれもまたイメージ戦略ってわけ。
じゃあ武器とか訓練とかってのは。武器に関してはノーコメントでいいよね。訓練もやったよ。ハッタリになるようちゃんとしっかりね。笠井さんをリーダーに、お父さんとこの若い衆たちを引き連れてテキサスの砂漠でトレーナーさんと戦争ごっこをやった後は、サンフランシスコでのんびり観光してた。じゃあ、毎度おこのぎ造園でございますんで。どうもご苦労様です。今日も暑いですね。いえいえ、先生は今日もますます別品で。ではすみません、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これうちの事務屋から渡すように言われましたんで。見積書と請求書ですね。ありがとうございます。日付は空欄ですね。問題ありません。はい、お預かりします。はい、それでは取り掛かりますんで。ん？どうしたのかね、前原君。あ、校長先生。あの、今の男の人は誰ですか？園芸業者さんである。だいぶ垣根や樹木が手入れされてなかったからの。夏前に一度剪定を頼もうと思ったのだよ。ああ、校長先生。この度はお世話になりまして。うん。よろしく頼み申しますぞ。なんとか今日中で終わらせますんで。しばらくうるさくしますが、ご容赦を。
危ないですから皆さん教室へ戻りなさい。では校長先生、申し訳ありませんが、この請求書を後日市役所に行かれるときに持って行ってください。うん、心得た。あの知恵先生、あの造園屋さんは昨日も来てました？ええ、昨日の夕方に一度下見に来てもらいました。帰りに近道をしようとして迷ってしまったと言ってましたっけ。この村は細い道はだいぶ入り組んでおるからの、無理もないわい。
毎度。どうもご苦労様です。今日も暑いですね。いいえいいえ、は今日ではすみません、今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これうちの事務屋から渡すように言われましたんで。とですね、ありがとうございます。わあ、空欄ですね、問題ありません。はい、お預かりします。はい、それではりますんで。
いえいえ。は今日。ではすみません。今日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これ、うちの事務屋から渡すように言われましたんで。と、ですね。ありがとうございます。は空欄ですね。問題ありません。はい、お預かりします。お客様がおかけになった電話番号は、お客様がおかけになった電話番号は、番号をお確かめの上、
もう一度ダイヤルしてください。お客様がおかけになった電話番号は。ごめんごめん、圭一くん。危うく君を疑いそうになった。本当にごめんね。本当にごめんね。
ごめんね。私ちょっとどうしても具合が悪く早退するからって先生に伝えておいてくれないかな。千恵先生、ここがおかしいですぞ。おかしい？どうかなさいましたか？うん。見積書と請求書の日付が空欄になっておりますぞ。ここは今日の日付ではないのですかな？ああ、そこはお役所の都合らしいんです。見積書の日付と請求書の日付が同じだと、なんだか都合が悪いそうで。庶務係さんから空欄にするよう、よく念を押されています。ふん。あとそれから、請求書に書いてある電話番号と、封筒に書いてある電話番号が違っていますぞ。どちらが正しいのですかな？あらやだ、本当ですね。社長さん！はい。どうしましたね？請求書に書いてある電話番号と封筒の電話番号が違ってますけど、どちらが正しいのですか？ああ、請求書の方の電話番号が正しいんで大丈夫ですね。先代の事務所の時の封筒がまだだいぶ余ってたもんなんで、そんれに入れてきてまったんですわ。すんませんね。バイトの子に全部新しい番号のハンコを押しとくように言ったんだけどな。すんまへんすんまへん。消しておいてもらえますかね。